なんかスイちゃんとかに関して私何も言わなくても飛んでたし、すごいね、吸収が早いなって思った。そう、なんかミサイルとかの撃ち方とかを、そう、教えたりとかしてたんだよ。ジャンプするとあの遠くまで飛ぶよとか、なんか視点を動かすとまっすぐ飛ぶよとか。そう、そしたらすごい実践してやってて、実際ミサイル、うん、結構刺さるようになってたし、すごいね、日に日に強くなってる。いや、成長速度が早いなって思ったな。いや、トアちゃんは安定でしょ。マジで安定だと思う。トアちゃんの自分いなかったら、きついシーンめっちゃあったしな。言わずもがなって感じだけど、やっぱりね、うまいね、トアちゃんは。自分、本当にうまいと思う。なんか、すごいさ、私ばっかり、なんか、うまいうまいってさ、注目されて、まあなんかね、やっぱ派手感、派手だからレースだから、すごい、あの、前線出て、すごいなんか派手だから、なんか、アクタンうまい、アクタンだけでこのチームいけるとか言ってる人いるけど、そんなことなくて、マジね。マジそれはね、ちゃんとね、チームのことをね、見てないなって私は思ってんだけど、うん。マジで、二人が強いから、私もあんだけ自由な動きができてるし。え、マジで、強えからね、二人とも。ほんとに。マジで。エーペックスちゃんとわかってる人は、トアちゃんとスイちゃんが、うまいことを、さ、もう理解して、あれ、この二人マジうまくねってなってるんだけど。いや、マジで。え、ほんとに3ポイントなの?みたいな。トアちゃんほんとにダイヤな?みたいな。めちゃめちゃ、すごいいいチームだなって思う。めっちゃいいチームだなと思いますけどね。え、待って。いや、褒めたいところめっちゃあるよ、正直。めちゃめちゃにあるよ。本当に、なんで動画撮らなかったんだろう。やらかしたな。え、マジでね、解説したいもん。ここは、トアちゃんのここが良くて、ここはスイちゃんがこうで、こうだったから、めちゃめちゃ良くて、みたいな。マジでね、なん、くそ。まあ、あとはやるしかないんじゃないかな。だってさ、スイちゃんとかね、スイちゃんさ、あの、私にさ、エイムどうやったら良くなるのって、今でもだいぶエイムいいんだけどさ、どうやったらエイム良くなるのって言ってさ、そう。コバークっていうアプリがあって、それ入れて、あの、毎日やると、マジでエイム良くなるよって教えたんだけど、このシナリオがね、いいんだよって、なんだっけな、忘れちゃった。あの、なんとか、ストレイフンチャラカンチャラみたいな、あの、ストーリー、シナリオがあるんだけど、それを、やろうって。スイちゃんから聞いてくれたんだよ。そう。アクタン、エイム練習何使ってる?みたいな、どうしてる?みたいな。スイちゃんの方から聞いてきて、マジでなんか、スイちゃんって、マリカとかさ、テトリスとかもマジで上手いけど、本当に向上心もすごいし、ね。勉強熱心だし、なんかゲーム自体のさ、こう、上手くなる方法みたいなのをすごく分かってる気がするけどね。トアちゃんとかもだってさ、あれあれだよね。すごいもう、あの、めちゃめちゃ上手いプロの方とかに教えてもらってるでしょ?そりゃ、うめえわ。初めてトアちゃんと、エイペックスやったとき、え、うまって思ったもん。マジで。ほんとに。味方にこんなジブおったらマジありがたいわーって思ったもん。その知識をさ、めちゃめちゃに蓄えてるわけでしょ。でもね、たーちゃんブラハとかも上手かったよ。うん。たーちゃんがブラハ使ってるタイミングもあったけど、上手かった。判断がめちゃめちゃいいわ。まあ、エイムはもちろんのことだけど。判断めっちゃいい。そう。なんかね、トアちゃんの配信でも言ってたけど、私とね、トアちゃんのなんかね、思考ちょっと似てるんだよね。近い。まあ、その上で、まあ、カスタムやって、で、じゃあ、さっきの試合のどこがいけなかったのかってめっちゃ考えて、いろいろ、研究したりしたけど、ああ、でもここはこうだったから、この家取った方が良かったのか、みたいな。いや、だからすごいね、いい、そう。
あ、報告量多い。そうだね。マジでやりやすいね。